お、なんだこのマップ。ブラスト。チームデスマッチ。やったことないマップですね。はい、こんにちは。まあ、なんとなくお分かりいただけたと思いますが、スチーム版のブラックスクワット、今プレイしています。で、なんかディスコードのブラックスクワットアカウントをなんかフォローして、部屋に入ってなんかキーって押すと、鍵くれるんでね、それを入力してプレイしてます。で、まあ、MP7 でいいかな、最初は。まあ、最初は使う2戦目なんだけど。マップはね、結構知らないマップ、1戦目もそうだったんだけど、やったことないマップなんだよね。やったことないマップが結構ある。あとね、武器も結構知らないのが多いのと、ちょっとバランスが日本版とは違いますね。反動とか挙動が全然違うんだよね。ちょっと新鮮な感じ。MP7 もなんかちょっと違うかな。お、いいね、ここ。なんかマップの感じが、敵側とこっち側で対称なのかな。で、裏があって、こっちが裏なのかな。なんか激戦区はこっちじゃない。別の場所っぽいね。もうちょっと真ん中か右より。あ、なにこれ、もうめっちゃ攻められてるっしょ。で、あ、こっち見た方がいい。あ、いいね。結構広いね。やっぱ殲滅やるにしても広いマップの方が楽しいんだよね。あ、サントリーニもそうだったんだけどさ。あんま狭いマップでね、ぐだぐだやるの好きじゃない。いや、これきついな。ライフ4しかない。いけ！よし、倒した。さあ。相手のリスポーン地点に。あ、当たんねえな。あ、音聞こえる。来るな。はい。はい、なんかクソエイムで何度か倒していく。で、あ、見られた。どうしようかな。グレを来そうなとこに投げておく。当たんねえんだよ。当たる！当たっちまう。ここ来ないかな。あ、落とした。リロードしたね、今。裏で。はい、来たー。うい 勝っちゃうか、これで。ダメだ、死にてえわ。で、なんか武器はね、何種類あったかな。一応今テストだからね、お金もすごいあって、全部の武器買えるんだよね。スナイパーも、なんか4種類、5種類ぐらいあって、AR も、ARK160 とか、あと、SIG556 とか、あったね。あとタイプ89。と、まあ、スカーとかも既存の武器もあるんだけど、なんか微妙にアタッチメントが違ったり、ちょっと違う感じだね、やっぱり。あと名前もよくわかんない。最後に GL ってついてた。何の GL なのかわかんないけど。まあ、ところどころ違うんでね。結構新鮮な、おお、すげえ固まってる。新鮮な感じでプレイできるとは思います。わあ、目の前にスナイパー。もう味方が倒したか。はい、なんかヘッド出てる。ああ、これね、タイプ95か。で、なんだろう、これ。日本版と違う。今、まあ、クローズベータだからだと思うんだけど、あの、部屋選べないんだよね。だからもう、オートマッチングのみ。ルール、チームデスマッチとか、ゴーゴーとか、暗殺とかを選んで、プレイを押すと、マッチングが始まるんだよね。で、マップも選べないね。だから、どのマップに当たるかは、もう、その時の運次第。おお、ここまで来た？ MP7 の挙動はそんなに変わんないかな。なんか、ちょっと違うね、でも。ちょっと重いのかな。おお、びっくりした。いやいや、弾が重いような感じがするけど。おお、びっくりした。すげえ、結構裏入ってくるね。ライフ10しかない。で、今これなんだ、アメリカかな？ EU じゃない方かな？ US サーバーで遊んでるんだけど、アジアサーバーがないんだよね、まだ。そこまで重さは感じないけど、まあ、若干、ラグがある感じはたまにある。まあ、でもそこそこ快適なんじゃないかな。
やっぱサブマシンガンって言ったらね、立ち回りで勝つしかないんでね、こうやって裏を取って、近距離で荒らしていく。まあ、なんとなくマップの構造も分かったな。真ん中と、この下の見込み地と、左側の裏取り。で、ここが激戦区。おっと、後ろを取って、マシンガンをぶっ放す。お、すげえです。めっちゃいるしょ。はい、これ。はい。で、この下がリスポンかな。いた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 。おー。ひどいクソエイムでやられてしまう。あー、でもこのマップ結構好きかな。なんかやっぱ広いマップでね、殲滅やるのが好きなんだよね。あんまり狭すぎるとね、なんかグダグダになるから好きじゃないんだけど、このマップは結構広くて、道もね、ルート4つか5つぐらいあるね。こっち人気ないなぁ。村は結構、ぼちぼち人が来るから、タイマンが楽しめるんだけど。あー、ダメか。まぁ、ちょっとね、MP7、これ使った後は、新しい武器とかね。あ、この EF88。なんか、日本版だとめっちゃ強かったんだけど、こっちどうなんだろう。あー当たらねえ、当たった。もう気になる武器はたくさんあるんでね、どんどん使っていこうかなと思います。新マップもやりたいしね。ただ爆破モードやるかはわかんない。お、二人来た!そう。107対86。あ、 あとフラッシュがね、あったね。日本のブラックスカットってフラッシュとかってないよね。使ったことないよね。うん。あ、こっち来たな。あー、やべ、見られた。いや、ダメだ、撃てばよかったな。しくったな。さて、試合も後半に差し掛かって、結構リード取ってるから、まず負けはないかな。あ、やべ、裏。裏いるよ。ほら、覗いて撃つ。うん、裏警戒しといた方がいいか。あ、あー、味方の足音。あ、やられたな。こっちカバー行くか。カバーとは言わない。はい、ヘッド抜いていく。で、奥。あ、奥いるね。ほら、もう一人いる。もう一人。あー、裏か、裏取られちゃったな。ナイフで殺されてる。あ、このハンドガンにレッドトットついてんのいいね。あ、奥にいるな。遠いかな。やば。スナイパー。ロングは見るのはやめておこう。ああ、でもやっぱね、殲滅をすぐプレイできるっていうのはいいね。日本のブラックスクワットって、なんか人がやっぱいないからさ、その殲滅の部屋ってあんまないんでね、爆破やる人だったらまだいいのかもしんないけど、いつも繋げて殲滅の部屋なくてやめるっていうパターンがあるからね、こうやっていつでも殲滅できるっていうのは嬉しいね。さあ、スモークを投げて、で、グレネードを投げて、距離を詰めていく。だが、敵が出てこない。ここいるか?お!つか、右側にいるし。お、二人やった。で、曲がったとこに、あ、終わっちゃったか。はい、ということでね、2戦目ですけども、スチーム版ブラックスクワット。まあ、ちょっと武器がね、今までの、見たことある武器だったんで、あれ新鮮味はないかもしれないですけど、マップがね、やっぱ増えてるんで、どんどん次やっていこうと思います。